え今回はですね2つの裏口という話をしてみたいと思いますまあ2つの裏口って何かというと裏口留学とかそういう話ではなくてですねまあアルジェントの映画のロケ地なんですよねまあ著名なところもあるんですけれどもあのまあどちらかというとアルジェントの映画というのはこう著名なところが出てこなくてですねどこなんだかわからないというところが多いですよねまあ実はその著名な場所とか観光地のすぐ近くとかねそういったことが多いんですけれども、まあ、今回のですねあの2つ選んだものもですねまさにですね まあ有名な場所といいますか一般的にこう人がたくさん来るような場所なんですけれどもまあ、そこをちょっと切り取った形でですねあのあまりこうなじみのないような視点で描いているというところがちょっと面白いのでですねあの2か所挙げてみました、まあ、アルジェントの映画というのはですね、えー、まあ、あのローマとかですねあのトリノというところで撮られていることが多いわけですけれども、まあ、トリノとか、まあ、特にローマですよねローマなんていうのはもう観光地だらけですよねもう駅ですかねあの テルミニを降りたところから、もうね、遺跡であったりね、あの教会であったりですね。えー、たくさんありますよね。もうコロッセオなんかも、こう、歴史的にね、まあ、世界を、世界中にこう知られているような建物ですし、サンペエトロ寺院だとかですね。えー、まあ、そんなところもたくさんあるわけですね。あとは、まあ、ローマの休日に出てきたようなね、スペイン会談であるとかね、この真実の口って,って、ね、なの、こう、手を入れると、こう、かま、あの、なんすかね、からかまれるっていうかね。 いうようよなところだとかこういろいろ観光地みたいなところが非常にあのローマなんか多いんですけれども、えー、とアルジェントの映画ってほぼそういうものがないですよねないあの要するにローマらしくないと言いますかねどこもかしこもなんかこう観光地映画になってないというところがありますよねそれはもう他の「サスペリアパート2プロフォンド・ロッソ」であってもそうですしあれはもう基本的にトリノで撮ってますけれどもあの設定的にはローマですよね。 であ,ったりあとまあシャドウなんかも、まあ、ローマではあるんですけれどもあのエウルというところですかねあの近代的なところを撮っていてですね、まあ、ローマらしい雰囲気ではないということもありますしまあ,あのほぼですね全ての作品にわたってですねあのいわゆる観光地らしくないと言いますかね、まあ、あのそういったところは出てこないというところなんですけれども実はですねよく見てみるとまあ結構そこそこ有名だったりですねするところをこう別の切り方で撮ってるというようなところがありますよね。 ままあ代表例としましてはですねあの、えー、サスペリアパート2に出てくるこの最初のカルロとマークとカルロが出会う広場でこう大きなね大理石像がこう横たわっているところにこう噴水が出てきてですねまあ、ちょっとカルロがこう酔っ払ってこう座っているとこうマークがねあの現れてこう会話をするというシーンがあってすごくね特徴的な場所ですけれどもあそこはですねトリドの中でも。あの サンカルロ広場というねまあ、トリノの代表的なこう広場があるところのちょっと裏手と言いますかね裏手のあの CLN 広場というところなんですけれどももう行くとですねまあ、トリノへ行くともうサンカルロ広場というのがこう、まあ、まずそこを目指していくということがまあ一般的ですけどそこにもうその裏手に行くとですねあの銅像があってこう噴水も出ているのでもうあんな有名な場所なのかというふうにおそらくねあのトリノ観光された方だとわかると思うんですけどねこう 何と、えー、なくねこう人知れずの場所かなと思うとそうでもなくてねこう一般的にこう有名な場所だったりするわけですよね、まあ、ただしそれをこう少し変形してと言いますかね分からないように撮ってるというのがちょっと面白いところですよね。はい、ということでですね、まあ、ちょっと今回2つ挙げてみたんですけれどもまず1つがですねあの私は目撃者ですねあの、えー、とこの中のですね「テルジ研究所」というあの、まあ、事件の舞台となる場所ですよね。あの最初にですねこう あるのとロリーというね二人のこう盲人のまあカルマルデン演じるえ元新聞記者のですねあの現在ごう失明しているあのまあ、主人公とですねあのロリーというね小さい子供がこう歩いてきているあの夜の道を歩いてきてですねそこでこう車の中でこう物騒な会話を聞いてしまうというところがあってあれはその物語と舞台となるですねあのテルジ研究所というあの 場所のですねこう向かいのところに車が止まっているというような設定なんですけどもあのテレジ研究所ですねいろいろとこうあのジェームス・フランシスカス演じるこう新聞記者とかもですねこの門といいますかね入り口のところって結構有名といいますかね何度も出てくるところなんですけれどもあれどこかなというとあの 人知れずの場所ではあるんですけれどもまあこうあのあんまり目立たないですよねあのまあ本当にテルジ研究所だなというかこう染色体の研究所みたいなイメージだと思うんですけどもあれはですね実はですねあの比較的有名な場所と言いますかねトリノだとですねテルジ研究所というのはこれあの何かというとあのえっ、ー、とあれ美術館なんですよねあの裏というか実際の建物は美術館で、えー、あそこがまあ何ですかねいわゆるこう 入り口と言いますか、車が入っていくようなこう入り口と見えるところはあの美術館の裏口に当たるわけですね、実はね。ですからこうあの道はこう結構なんですかね、こう地味に見えますけど、こうぐるっと回って表に回るとそれずなんつうか、いわゆる美術館の表玄関があって入っていってですね、チケットは中で買うんですけれども、そんなような場所ということでちょっとこう裏というかね、そういったところは使ってるわけですね。で具体的に言うとですね、トリノとかねあの まあ英語で言うと、GAM というようなねあの省略をしている場所です、ね。まあ、あの美術館ってなんかよくねあのモマとか,ねあのなんですかそういうい省略系でやることが多いですけども、ここはイタリア語で言うとですねあのガレリア、チビカ、ダルテ、モデルナ、モデルナです、ね、モデルナ、エ・コンテン ポラネアディトリノとということでですね要するに、えー、モデルだったらは、えー、近代ですねでコンテンポラリーっていうのは、まあ、現代ですよねですので、えーっとまあ、トリノのですね、えーまあ、現代美術あの感市民ですねシビチビカというのはまあシビックですから、えー、っとトリノの、えーとえー、市民、えー、なんですかね現代美術館というような感じです要するにあの現代美術を扱ったですね え美術館なんですねあそこですから正面から見ると比較的お客さん場というかねあの来館者が来るような場所なんですけどもその裏手というとなかなか分かんないというかねそういう場所ではあるんですよね。ということで、まあ、ちょっとそこで私もここ行ってあの2019年にですねあのこの場所を実際行ってこう撮影をしてきてましたのでねちょっとそこを見ていただきたいと思います。ということで,ですねこの何ですかねあの具体的にどこなのかというと、まあ、あのいわゆる現代美術館の 裏口の部分に当たるというふうにちょっとあの念頭に置いてですねご覧いただきたいと思います。ですのであの通常開いてないというかねこう柵が閉まっているわけですけどねあの何か搬入するとかねそういった時にもそういったとこ開けるんだと思うんですけどもちょっとその場面ですねあのご覧いただきたいと思います。うん えとよろしかったでしょうか。えー、という感じでねあのそうやって見ると比較的ですね、えー、現代美術館の美術館の裏口かなっていう感じがするかと思うんですよねちなみにその何ですかねその表のロリーとあ,のあるのが歩いたこう鉄作みたいなところ、まあ、格子がたくさんあって歩いたところというのは、まあ、また別のですね場所でですねあそこの下には何かこう、まあ、そこそこ高級なですね、えー、レストランがあるということでですねちょっとイメージ 違うかと思うんですけども、そんなような場所です。で、私が行ったあの2019年に行った時はですね、えっ、ー、とちょうどキリコ展っていうのをやってましたね。あのキリコ展のなんですかねあの未来えっ、ー、とまあ現在と未来とかっていうような感じでねあのまあジョルジョでキリコの作品がですね、まあ多数展示されているまあ特集特集というかねあのあの特別展をねやってましたけどね。まあ特別展と他にこうなんですかね一般的なえー。 まあ常設展ねというのもありりまますすとということになりますで、まあ、そこはですねどういう形で作られたかというちょっと歴史的な話なんですけどもちょっとその映画とは関係ないですけどその現代美術館はですね1891年から1895年にかけてこれ作られたということで、まあ、結構ねあの時間をかけて建設されますね、まあ、まあイタリアの建物とこう結構がなんかどちらかというとこうすぐとか特艦で作るというよりもきちっと作って、ね、時間をかけて建設するというかねなんあに何年もね 残るような形で建設さえっ、ー、とまあやったんですねで、まあ、4, 4年ぐらいかけて建設されたんですけども、まあ、その後でですねその初代の建物がえっ、ー、とまあ一回ちょっと使えなくなったのがあれんですけどあの1959年に新しい建物だから,だから,だからあの現在の建物というのは、まあ、1959年ですね。ということで、まあ、あちらができたのが、まあ、ですから60年 うーんまあ、60年ちょっとはねあの初代の建物を持ってちょっと全面的に改装されて今のと言いますかねあの今ご覧いただいたような映画にも出てきた映画はですね1971、えー、1年ぐらいですかねに撮影されたということになると思いますのでねまあ、そのぐらいではもう今この新しい建物でですね、えー 作作られて作られれててそれが映ってるということになりますねで,その後でですね1959年ですけども59年の後にですね1980年代になってちょっとその美術館としてですねその、まあ、不適合と言いますかね、まあ、ちょっといろいろなこう、えーとまあ、美術品をこうけんあの収蔵するところにはあまりこう向いていないんではないかという判定がなされてですね、まあ、長ちょっとしばらく休館という形になってですね えーまあ、あのリストアといいますかね改装というかこう,こうきちっとねあの美術品をこう保管収蔵するように適したという形でですねあの直されたわけじゃねそれがそれで直されたのが1993年ですから、まあ、映画の撮影が終わってですねしばらくしてというか、まあ、20年ぐらいして新しく再オープンしたというんですかねあのだからの映画が71年ですからしばらくはねこの建物としてはこう 使われてなかった状態があってです、ね、まあ93年にオープンしてですね、えー、今に至ってるということになりますのでねまあちょうどねあの映画ができてからしばらくの間はなかなか80年代に入ってからだとですね10年後ぐらいはあまりこう実際に中を見る機会はなかったということですけど、ね、まあ実際私もこれ中キ切子店とか入って実際中ですね、まあ、ちょっと入場料金を入場料を払ってですね中を見学といいますか見たんですけどねまああの、えー、絵も良かったですしね、まあ、実際このねテルジ研究所の中に入ったっていうようなね かあのそういう印象でしたけどねまあ、実際美術館ですけどねああのテレあのテ実際の映画に使われてるテレビ研究所の中とまあ、当然ね違うんですけどねあのなんかイ,イメージ的にね中に入ったというようなね雰囲気を味わいましたけどね。でとということで2009年になってですねこれは今まではこうね美術品がこうあのえっ、ー、と年代別と言いますか、ねまあ、時系列に陳列されていたわけですけれどもこうねあの昔からこうねあの まあ大体こう時系列で展示するというようなね施設も多いんですけれどもあの2009年からと展示のやり方を変えてですねテーマ別ですねテーマ別な形で再編をしてですね、あの展示のやり直しをして、まあ、現在に至っているということになりますね、まあ、こんな形のものですのでね、まあ、鳥の,いいられあの行かれた際はですね、まあ、ちょっとあの入ってみても損ではないですし、ねまあ、当然あの美術館ですのでねあの まあ誰ででも入れれままますすのでねあのねあ行ってみてみければと思います、まあ、そんなニュージ入安く決して安くはないんですけどねまあ日本とそんな変わらないと思いますんでねいい展示会があったら面白いですし、まあ、あの常設展もね面白いと思いますのでねあの機会があればこのトリのねあのガムっていう書いてありますのでねそこであの表に出ると全然こう派手なんですけどね裏のところは至ってねあんな今。 ご覧いただいたただだような形の場所だということになりますとということは私は目撃者要するにあのアルゼント自身もですねこれまあ正面からですね美術館だっていうような形がわからないように撮ってるということで、まあ、一見するとこう有名といいますかねそれなりに目立つ建物のですね何、えー、ですかねその裏の裏口だったりしたところですねどこだかわからないといいますかこの鳥のらしさをこう消したような形でですね撮ってるというのがやっぱりこうねあの メラングルとかですねあのという形で撮ってるというのがこう、まあ、いかにもアルジェントらしいところかなと思います。ということで、まあ、あの私は目撃者でした。で今回取り上げる2つ目はですね、えー、と今度はサスペリアパート2から取り上げてみたいと思うんですけれどもこれはちょっとねあの、えーまあ、そんな,なんですか印象的というかあの長い時間が出るわけではないところなんですけれどもこれはですねあのアマンダ・リゲッティが、えー、とバスルームで 殺されてですねそこにあのマークが行くわけですけれどもマークが行った後にですね、えー、まあちょっとねあのアマンダレゲッティってるんでもしかするとマークが疑われるんじゃないかと思ってねちょっとびっくりするわけですけどもその後のカットでですね、えー、とあの新聞記者のねあのジャンナとマークがですね車に乗っているというシーンがあってそこでいろいろと密談をするわけですよね。まあ、あのー まあちょっとウイスキーというかねあのアルコールを飲みながらですねどうしたらいいんでしょうとかってねあのレバノンへ逃げるといいのよとかね逃げましょうとかって言ってですねでその後でですねあの、まあ、あのマークとジャンナは、えー、とジャンナのうちにね行ってということになると思うんですけどまあ基本的にそこでこうあのマークとジャンナは恋愛関係に陥ってるということが分かってですね、まあ、ジャンナのうちに行くわけですから、まあ、おそらくですねそこでこういうあなんですかねそのあの関係を持つというような流れになって るんんだと思うんですけど、ねまあ、ただ実際映画の中ではですね、まあ、そういうところは書かれてたいわけですけれどもなんかねあのマークがこう口笛を吹き始めて「まあ、そんな男ってそんなものよ」みたいなねちょっとその男性とねそのマークとジャンダのこう関係っていうのがねちょっとコミカルに描かれてるっていうのがねいかにもこうやっぱりこう怖いだけじゃなくてですねあのなかなか面白いあの人間の描き方だなと思ってねすごくね「そのサスプレイーパート2」っていうのはそういった、まあ、いわゆるこう 驚かせだけではなくてね、まあ、ちょっと大人っぽいねその恋愛像みたいなのも少しねあの取り混ぜながらそういうシーンもあるというところなんですけどもその車が止まっていたシーンですよね、まあ、それはどこなのかということでですねあんまりこう映画の中では見えないんですよねあのもう車のところでこうクレーン撮影でこうずーっと寄っていってあとは車の中をこう撮っていくということで、ね、まあ、いずれもですねこのクレーン撮影でこう寄っていくってところはねこう単にね、まあ、そういったところも多少あの。 単にと撮ってるだけじゃなくて、ね、いろんな工夫がカメラアングル上の工夫があるわけですけどもそれは場所としてはどこなのかというとですねこのビアあれもローマなんですけどもビア・フランチェスコ・リスモンドという場所でちょっと短い、えー、路地と言いますかねそういったところなんですけれども、えー、とそこがですね実はですねあのどういう場所かというとこの。えー まあ路地なんですけども右,右側右側と向かって画面か面ら見るとこう左側ですかねあの正に建物があってそこにこうフィアットに乗ってですねふあの小型のフィアットに乗ってですね2人がこう会話をしているというシーンがあって後ろの方にですねこう白いシートがこうかけられていてですね裏がんですか工事現場みたいな感じ見えないようになってですねであれはこうですかもっとその時に白いものが工事だったのかあえてこう。 隠したのかとということでねちょっとわからないところもあると思うんですがそらくですねあれはあの撮影用に後ろにこう白いシートを貼ったんではないかなという気がするんですね。というのはあのシートの後ろがですねこれ道なんですよね道なので、まあ、ちょっとそういうのが映り込まないような形でですねあの作ったんではないかというような感じしますよね。という形でですねちょっとそのシーンですねあのご覧いただきたいと思うんですけどもちょっとそれじゃあとりあえず先にですねそのシーンですね。その どういう場所で撮られたのかというところをねご覧いただきたいと思います。 えとご覧いただきましたけどちょっとその比較的何か昼まで行ってるんでですねこうなんつうのかなあんあまりこう雰囲気が出ないんですけど夜になるとああいうシーンとした感じになるんですよねでその場所なんですけどもどこかというとですねこれがですねえ実はそれも博物館なんですねあの横にある建物はねだから博物館の表だとこう比較的有名な分かりやすいんですけどもちょっとあのいかにもイタリアの博物館らしいですねこうがっちりとした作りなんですけどもあのそこも裏口なんですよね。 裏口の場所なんですねでリス,リスティチュート・ストーリコ・ディ・カルチュラ・デル・アルマ・デル・ジェニオというあのちょっと長いんですけどね、まあ、要するに、えー、っとねどういうことかというと武器のですね、まあ、歴史文化の博物館ということでまあ、武器だとか軍事に関するですねあのいわゆるそれのですね歴史とですねあの文化を扱った あの博物館とということでまあちょっとあんまり日本語では日本ではそんな有名な場所ではないんですけどもまあ、イタリア行くとねまあ、イタリアでもそんな有名ではないかもしれませんけどもまあ、そういう博物館があるということでそんなこう日本のですねガイドブックとかにあんまり書かれてないと思いますのであのなんですかねあの観光客が殺到するとかねそういう場所ではあのないかなと思いますね。ままあ、ま現在あのののの感染病の関係でででねねっっていいいるとと思すすけれどもああそううう場所でです、ね、あのちょっとこう 変わった場所なんですけども、まあ、武器だとか軍事とかねそういったものを扱ってる場所ということでちょっとあの地図を書いてみたんですけどご覧いただきますでしょうかで、えー、と実際ですねどういう場所かというとここがあのフランチェスコビア・フランチェスク・リスモンドということで、まああのまあ、こういう道があってここにこう車が止まってるわけですよね、まあ、ここで、まあ、あのあのこういう路地なんですけどそんな長い路地じゃないんですねであのそのまままっすぐ行くとですねあのテベレ川が流れてるんですね で、えー、と実際ここにだから白い幕が張られていて手れ川に向かう道が見えないようになっているということでですねまあ実際こう白いなんですかねこうテントみたいなのが工事,工事がしてるかのような形でこうかけてやるんでですねまあ浮き止まりのような雰囲気なんですけども実際はえとこちらにね川が流れていてちょっとね交通量もそこそこあるような場所なんですけどねそこをこう多分ここは閉鎖をしてですねさ、えー、撮影した時はですね閉鎖をして ここで止めてねやったということだと思いますけどねでここは実際にその軍事の軍事の文化と歴史博物館というのはこの場所にあるということですので、まあ、この大,大きな大きな道というかね、えー、とルンゴ・テベレ通りかなあというようなとこを通っていくとここにこう建物がすぐわかるんですけれどもこの裏口といいますか横の道なのでなかなか 分かりにくいいとという形でです、ねまあ、ここもですねそういったあのちょっと特徴的な建物を映せばですねすごく映画的には面白いんでしょうけどマルジェントとしてはですねそういった有名なところを出さないということでですね、まあ、有名なところがあったとしてもその裏口を使うということになっているのでまあ、もうカメラアングル的に見てもですねそういったどこだかわからないと言いますかねまあ、これが実際その。 歴史博物あの武器博物館のですね裏口であるかということもなかなか分かりにくいようなまあ、真っ暗にしてですね周りを真っ暗にしてですねまあ,あのスポットライトで照らすだけにしてですねまあ、どこで止まってるのかわからないけどもこう周囲もですねあのなんか門だとかこう扉とかがちょこちょこっと映ってる形でですねなおかつこう。 カメラ的にもですねこうすぐ寄っていってしまいますのであの場所もちょっと正体不明なような場所でですねなんとなくこう薄暗い路地というふうにしか見えないんですけれども実際はですねまあ、こういうあの、まあ、分かる人が見れば分かるというような場所の裏口であるということになります。まあ、特にテベレ川のまあ川岸と言いますかねそこにある場所だということでうまくねこう わかるようなわからないような使い方をしているということになりますね。まあこんなような形でですね。まああの今回その二つの裏口ということでこのトリノのですね現代美術館の裏口とですね、えー、武器博物館の裏口がまあ両方とも使われているということであのちょっと対比させるような形でですね使ったんですけどもまああのポイントとしてはですねあの有名なところのですねあのわ、ー、からない場所と言いますかね。まあそんな形であえてですね、えー、カメラ割り っていうか画面の構成上ですね、あのわからないような形で撮ってるというのが、このやっぱりね、あの特徴ではないかなとあのいうことですよね。こう、わかりやすくね、例えば、まあ、アメリカ映画だとね、自由の女神を空撮で撮るとかね、まあ、そんなのはありますけども、まあ、ちょっとそれとは真逆の形ですよね。まあ本当イタリアで撮るんだったらね、あのコロッセオだとかね、サンピエトロ・ジエンだとかですね、まあそういうあのスペイン階段とかですね、そういったところをこうね、映せばいかにもイタリアらしいとかね、トリノだったら、そのモーレ・アントリネリアーナっていうね、こう、巨大なこう、 あの建物ありますけども、まあ、そこを移すとかねいうことをすれば分かりやすいんでしょうけどあえてですねそういったこう無国籍的な、えー、と場所の分からないような、ね、場所を使ってるということですね、まあ、特にサスペリアパート2の方はあの、まあ、ローマが舞台にもかかわらずですねあのどこだか分からないような形にしてますねまああの私は無劇者なんていうのはこれも場所は特にねトリノだとかローマとか特に指定はしてませんのでねどこだか分からないような形に と言いますかねまあそういう無国籍というかこのどこでどこなど、まあ、架空の都市的なイメージでしょうかね、まあ、そんなような形で撮っているというところが特徴的だということになります。ということですねまあ、今回ちょっと2つご紹介させていただきましたのでね、まあ、以上ということにさせていただきたいと思います。<music>